私たちのチャンネルへようこそ。今日はあなたがその論文を理解するお手伝いをします。Video l a b b Learning United Visual Representation by Alignment Before Projection。ビデオと画像の視覚的表現を統一した新しい LVM and model である Video LOBA に関する研究を紹介したよ約です。Learning United Visual Representation by Alignment Before Projection の論文では、従来のアプローチが 画像とビデオを別の特徴空間にエンコードする問題を解決するため画像とビデオを統一的な言語特徴空間にマッピングする方法を提案していますこれにより画像とビデオの相互作用を学ぶ際に投影層が直面する困難を克服し LVLM の性能を向上させることができますビデオレラーブは画像とビデオの混合データセットから学習し互いに強化します 1>, 1つの画像ベンチマーク、5つの画像 QA データセット、および4つの画像ベンチマークツールキットでスクラ成績を達成しました。さらに、MSRVTT、MSBD、TGIF MS、ActivityNet でビデオ ChatGPT をそれぞれ5.8%、9.9%、18.6%、10.1%上回る成績を達成しています。この結果は、統一された視覚表現において画像とビデオの両方を相互に利益をもたらし、画像、 またはビデオに特化したモデルよりも優れていることを示しています。研究は多モーダル入力に対する LAM の洞察を提供することを目指しています。RXEV23G1-10G2DB2 これは要約ですので、詳細な実験結果や技術的な説明は省略しています。完全な情報については、論文全体をご覧ください。 統一表現を学習することは困難であり、特化したビデオ専門モデルビデオチャット g p t よりも性能が大幅に劣るため XLAM や m a c a l a m は各モダリティ専用のエンコーダーを配置し LAM が画像やビデオを理解できるよう転みるがビデオチャット g p t のようなビデオ専門モデルに劣るこの現象は投影する前の整列の欠如によると考えられている。 画像機能とビデオ機能がそれぞれ独自の空間に存在するため LLM がいくつかの粗い投影層からそれらの相互作用を学習するのは困難だ似たような現象は ABF や BILT によって多モデルモデルで議論されている最近ではイメージビン d LLM は事前に各モダリティを共通の特徴空間に整列させることにより LLM が複数のモダル入力を同時に処理できるように専念している 大規模な画像言語モデルに基づいてイメージビンド LLM は他のモダリティをトレーニングフリーの画像キャッシュデータベースから取得して最も類似した画像特徴に変換するがイメージビンド LLM の間接整列アプローチは性能低下を引き起こす可能性があり l m は実際のビデオデータについての知識を持たない本論文では画像とビデオの両方を同時に扱う LVLM のためのシンプルだがパワフルなボケ、純正であるビデオレーベを紹介する。ビデオレブベは画像とビデオの表現を統一視覚特徴空間に初めに整列させる。視覚表現が投影前にすでに整列しているので、LLM のために統一された視覚表現をマッピングする共有投影層を使用する。計算効率を高めるために、ビデオレブベは画像とビデオの共同トレーニングを実施し、 一つのトレーニングエポックで顕著な決済カーを達成する。その結果、提案されたビデオラバーは、LLM が画像とビデオを同時に理解する能力を大幅に向上させる。画像理解においては、ビデオラビエは、Mplug All Sunbee や i n s t r u c t b v e Leap s n b e e などの先進的な LVLM を5つの画像ベンチマークで上回っている。さらにより包括的な評価のための4つのベンチマークツールキットを使用して、 ビデオラー VS7B は MM ベンチにおいて IDX80B を足す6.4%上回る。また、ビデオ理解においてもビデオラーは MSVD、MSRVTT、TGIF、ActivityNet のビデオ質問回答データセットでそれぞれ 5.8%,9.9%,18.6%,10.1% ビデオチャット GPT を上回ることが観測される。広範なアブレーション実験により、投影前の整列がより大きな利益をもたらすことが示された。 また画像とビデオの共同トレーニングは LLM の理解のための統一された視覚表現を促進することができる。主な貢献点を以下のとおりまとめる。強力な LBLM 基準であるビデオ l ー・ b a を紹介する。トレーニングプロセス中、ビデオ l ー・ b a は視覚信号を言語機能空間に結びつけ、視覚表現を統一し、投影前に整列するソリューションを提案する。 画像とビデオの両方で視覚推論能力をを備えた LLM 実現する。広範囲な実験により統一された視覚表現 LLM が画像とビデオの両方を同時に扱う学習に有益であることが実証された。 The text discusses a framework known as video a, which advances the interaction between large language models, LLMs, and visual data such as images and videos. Using pre-alignment and joint training, video LL enables LLMs to understand visual content by aligning image and video features and learning from them it is notable for not requiring image video pairs in its dataset the framework illustrates how llm's can be utilized either as schedulers for different visual tasks or as decoders while some visual models focus solely on images or both images and videos video law allows joint handling of both modalities enhancing llm's multimodal reasoning capabilities through a unified visual representation Here is the summary in j a p a n e s e テキストではビデオ LLVA というフレームワークについて説明されています。これは大規模言語モデル LLM と画像やビデオなどの視覚データとの相互作用を進化させます。ビデオ LLVA は事前整合と共同トレーニングを使って LLM が視覚コンテンツを理解することを可能にします。特にデータセットに画像ビデオのペアが必要ない点が特筆されます。 このフレームワークは異なる視覚タスクに対して LLM をスケジューラーとしてまたはデコーダーとして使う方法を示しています。一部の視覚モデルは画像のみにまたは画像とビデオの両方に焦点を当てていますが、ビデオ LLAVA は両方のモダリティの共同処理を可能にし統一された視覚表現を通じて LLM の多モダル推論能力を強化します。以下は、 テキストの日本語要約ですビクーナなどの大規模言語モデルやビジュアルプロジェクション層 FP、語彙埋め込み層 FT を用いて、はじめに LanguageBindEncoder を使用して視覚特徴を獲得します。LanguageBindEncoder は異なるモダリティをテキストの特徴空間にマッピングすることができ、統一された視覚表現を提供することができます。その後、 統一された視覚表現は、共有プロジェクション、層でエンコードされ、トークン化されたテキストクエリと組み合わせて、大規模言語モデルに入力され、対応する応答を生成します。統一された視覚表現は、画像やビデオを共通の特徴空間にマッピングし、大規模言語モデルが統一視覚表現から学習できるようにすることを目的としています。 異なるメディアを通じて同じ情報が伝えられると仮定しています。例えば、走っている犬は、言語や画像、ビデオを通じて同時に表現されます。したがって、異なるモダリティからの情報を共通の特徴空間に圧縮し、モデルが密な特徴空間から情報を抽出し、モダリティ間の相互作用と補完を容易にすることができます。 そのため、LanguageBind のモダリティエンコーダーを選択し、画像とビデオをテキストの特徴空間に合わせることを行います。具体的には LanguageBind は OpenClip から初期化され、自然に画像と言語を共有特徴空間に整列させます。次に、VidalNEM からの300万のビデオテキストペアを使用して、ビデオ表現を言語空間に整列させます。 言語機能空間を共有することにより画像とビデオの表現は最終的に統一された視覚特徴空間に収束しこれを画像ととビデオの出現整列と呼びます。このため私たちのビデオエンコーダーと画像エンコーダーは LLM 用に入力を事前に整列させ異なる視覚信号の表現のギャップを縮めるために l a n g u a g e b i n d e n c o d e r z から初期化されます。 統一された視覚表現は共有プロジェクション層を通過した後、LLM に送り込まれます。トレーニングパイプラインでは、ビデオ l l ルウェイによる応答生成プロ o a SES は大規模言語モデル、例えば GPT シリーズのそれに似ています。テキスト入力 XT と視覚信号 XV が与えられると、入力信号はトークンのシーケンスにエンコードされ、モデルは最終的に。 マルルチモーダル理解能力を獲得します動的に行われる共同トレーニングフェーズでは、イメージとビデオの両方のサンプルを含む1つのバッジでトレーニングします。実験の設定については、大規模言語モデルとしてビクーナ 7B-V1.5 を使用し、視覚エンコーダーは LanguageBind から派生しており、ByTL14 から初期化されます。テキストトークナイザーは l ル a m a から供給され、 約 32, クラスが存在します共有プロジェクション層は2つの完全連結層から成り立ちます。データ詳細に関しては、理解の前トレーニング段階で 558K の LIONCCSBU イ,イメージテキストペアやビリップキャプションのサブセットを使用し、ビデオテキストペアはバリーのサブセットから派生し、合計703ペア中702キャルペアにアクセスします。 指示チューニング段階では、6 6 5オのイメージテキスト指示データセット LAB1.5 から、および1 0 0オのビデオテキスト指示データセット、ビデオチャット g p t からを集めました。画像理解ベンチマークでのさまざまな l v a 像モデルの比較を示す用 T には、入力画像の解像度、略式ベンチマーク名を示しています。異なるベンチマーク VQAB2, GQA, BISWIZ。 SQAI、VQAT などがあり、トレーニングデータとオーバーラップする部分があるものもあります。さまざまな手法とそれぞれの解像度において、イメージ・クエスチョン・ i ンスリング・ベンチマークの結果がリストされており、ビデオ・ LBA は1つのベンチマークのうち4つで最高性能を実現しており、残り1つで2位です。段階1では、単一の会話を重視したデータセットでトレーニングを行い、 段階2では多重会話と複雑な視覚の推論能力に焦点を当てたデータセットでのトレーニングを行います。画像とビデオは 224K224 サイズにリサイズされ、クロップされ、各ビデオから8フレームを均等にサンプリングし、画像全処理が試されます。2段階目の訓練では、バッチサイズを128に減少させ、 1E3 の学習率と0.03のウォームアップ比を設定しています。量的評価では、ビデオ LLBA は、学術的な画像質問応答ベンチマークの5つ全てにおいて、最先端のモデル、インストラクトビリップサマナ B を上回り、他の多くの強力な LVLM と比較しても競争力のある結果を示しています。さらに、画像理解のためのさまざまなツールキットの評価も行い、MMBench エラエベンチ、MM ベイト等においても、優れた成績を達成しています。さらに、大規模なモデルに対しても、強いパフォーマンスを発揮しています。最後に、ビデオ質問応答の能力に関しては、大規模ビデオ言語モデルである、ビデオチャット g p t を上回っています。ビデオ理解ベンチマークにおける、さまざまな LVLM、Large ビデオラングジモードの比較についての要約になります。ビデオチャット g p t の評価手法を用い GPT3.5 ター Turbo というバージョンの ChatGPT を用いて性能を評価しています。複数の QA データセットでの各モデルの正解率スコアが示されており、ビデオ l ラ b a が全体的に高い性能を示しています。FrozenBroom やビデオ Chat といった他のモデルと比べ、特にビデオラバーが MSRBTT、 MSBD、MS TGIF および ActivityNet の各ベンチマークにおいて、5.8%、9.9%、18.6%、18. 10.1%のスコア向上を達成しています。また、最新の ChatUnibA モデルとの比較でも、ビデオレラビエは MSRBTT、TGIF の各データセットで競合する成績を示しています。この結果は、ビデオレラビエがビデオを理解し、指示に基づいた適期へ、切な反応を提供する能力を検証しています。 ゼロショットオブジェクトハルシネーションの評価では、3つのポップ評価設定で結果が報告されておりビデオルルルバーは、ランダム、ポピュラー、アドバーサリアルの3つのサブセットで競合するパフォーマンスを示しています特に、7b のファウンデーションモデルと比較してすべてのサブセットで MMMGPT を上回っており 13b の LUM と比較した場合も ミニ GPT フォンを明確に上回っています展示板の図4ではビデオレラバーのマルチモーダル理解能力を探るためにいくつかの典型的な例を選んでいます GPT フォンと比較してビデオレラ VA はより包括的で直感的で論理的な反応を示しておりビデオ理解においても与えられた指示に基づいてビデオからのキー情報を抽出する優れた能力を持っていることを示しています また画像とビデオの両方が含まれる入力に統合され視覚表現を通じて理解を示す能力も備えています。これによりビデオ l l ラブアが画像とビデオの両方を理解する能力を有していることが示されています。最後に AblationResults のセクションでは異なる視覚表現から学習する LLM のパフォーマンスについての実験を実施し、 個別の視覚表現によるパフォーマンス低下を検証しています。ここでテキストが途切れているため、日本語の要約も途中で終わっています。ビデオが面白いのは赤ちゃんが本を読もうとしていて、それがユーモラスな光景だからです。メガネをかけた赤ちゃんが本を読もうとする姿も面白いですし、赤ちゃんが本を読もうとして苦戦する様子も楽しいです。 さらに、赤ちゃんの表情や動きが、ビデオのユーモアを増しています。このビデオは、読書を学び始めた赤ちゃんの姿を捉えていて、視聴者にとって楽しく愉快な光景です。ビーチのシーンには、背景に都市があり、都市の近くに位置し、パームツリーと青い海があります。画像に砂漠は見えません。このビデオの面白さについては、上記のように説明しましたが、 砂漠について何が起きているのかについては何も語られていないので答えることはできません。また赤い手黒が落下すると床に落ち青いボールがベンチから剣がり落ちる可能性があります。手黒はトレーニング用のアイテムとしてチェーンにかけられておりボールが別の目的かトレーニングセッションの初道具としてベンチに置かれています。手黒が落ちた場合は トレーニングや練習セッションが中断される可能性がありますビデオに変わった点としてはキリンが飛び込み板から水にジャンプするシーンがありますこれは普通では見られないことで変わっていますフラグや画像の中の楽器もビデオで確認できますビデオ理解に関する研究では統合された視覚表現が分離した視覚表現よりも優れており 画像理解ベンチマークやビデオ理解ベンチマークで良いパフォーマンスを示しています特に画像クエスチョンアンサリングデータセットやツールキットで統合された CC 各表現の方が分離した視覚表現よりも大幅にパフォーマンスが向上していることが示されています このテキストはビデオや画像に関する質問回謡データセットをそれぞれ異なる方法で処理して結果を比較分析しています。United と Separated のキーワードが示す通り、ビジュアル表現が統合されている場合と分割されている場合に関して、画像へのプロジェクション前のアライメントの効果を検証しています。 結果として統合ビジュアル表現を使用した方が質問界データセットのパフォーマンスが向上したことが示されています。さらに共同トレーニングが画像と動画の理解にいて相互に利益をもたらすことも確認されています。またこの研究では新しいフレームワークを提案しておりビジュアルシグナルを言語特徴スペースへ前もって結びつける LanguageBindEncoder を利用しています。 最終的に画像と動画を共同でトレーニングすることで大規模な視覚言語モデルが画像と動画のマルチモーダル相互作用を学ぶことができるよう「う」になっています。